い、皆さんこんにちは、マトリグルフィッシュです。プロ野球スピリッツ2015の続きをプレイしていきたいと思います。今回はですね、広島、現在セリーグ2位の広島との1位に直接対決ですね、直接対決ですね、先発は大瀬良と杉内というところでプレイしていきたいと思いますが、その前にね、疲労がちょっと溜まってるようなんで、アシスタントさんを呼んで疲れを取ってもらいましょう。まずはこんなとこでいいかな。疲労80、これでいきましょう。さあ、大瀬良ですね、ストレート153キロ、縦のカットボール、縦のカットボールなんだ、スライダ スローカーブにサークルチェンジ、スプリットっていうのが持ち球になっています。大瀬良ですね。今日のジャイアンツのオーダーはご覧の通りです。4番ファースト阿部というオーダーになってます。キャッチャーは小林がマスクをかぶっているというスタメンのオーダー。ここのところ、ヒットが出ない試合とかも、ありましたけど、全体的には甘いボールを見逃さずに、きちんと捉えることができているかなという感覚ではあるので、その感覚を維持した状態でね、これから先もやっていきたいと思いますが、まずはジャイアンツの攻撃ですね。1回の表ワンアウトランナー1塁で高橋見事なホームランを放ちました。ヒットで打点はエルドレッドまで5点と迫ってきてますね。ここまで7勝マーク。さあ大瀬良絶不調。これが初球。まずはインコース。まずは縦のカットボールですね。なるほど、そうですか。落ちる幅がありましたね、今見た感じだと。に仕留められるんでしょうか。低めに外れてボール。そしてストレートは140キロ。アウトコース外れます。これはスライダーですね。120キロのスライダーです。これで3ボール1ストライク。外れて、これは完全なボール球で、さんやはり警戒心が強かった。1打席目はフォアボールですね。そしてワンアウト2塁1塁と変わって4番阿部、外から入りました。低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。146キロで出てます。そうですね、小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。これは三塁を回っていく。三塁まで。セカンドランナーホームイン。これツーベースですね。阿部のツーベース。ジャイアン。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。1回の表ジャイアンツは1点止まりですね。ワンアウト3塁2塁っていうところまで見ましたけど、その後は凡退してるよ。バッターは菊池。2試合当たりが出ていません。まずは追いつく。さあ杉内の立ち上がり、フルカウントから、これは空振り三振ですね。ただ広島の方が1点1点と加点して逆転を許してます。その差1点差。バッターボックス先発は引き続き大瀬良です。ワンアウトランナー1塁、高橋由伸の第2打席ワンアウトになっています。まずは1球牽制です。1塁ランナーは坂本。ファウルになります。これは縦のカットボールですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。1塁はセーフ。ボールになります。これは外角のスライダー128キロ。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。このストレートは低めに外れてくれました。ちょっと正直手が出なかった感じがありますけど、ボールですね。2ボール1ストライク。次の投球でランナーが走ってくるか。ストレートは完全なボール球。打ちました。どうだ。打球伸びていく。これは入るか。
よっしゃー、これスライダーだと思いますね。低めのスライダー、痛い一発を浴びています。低めのボール、逆転ツーラン、しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。ここで一発を浴びてしまいました。スライダーだと思いますね。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。早くも逆転されてしまいました。いいですね、ツーランホームラン。そしてジャイアンツの方がさらに1点加点して2点リード。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールはスライダーじゃなくて縦のカットボールみたいですね。さあ5回の表、引き続きマウンドは大瀬良です。ワンアウトランナーなし。高橋の忍の打席、打ちました。セカンド取る。これはこれこそ本当のスライダーですね。初球を打ってセカンドゴロです。さあその後両者加点して6対4、ジャイアンツ2点リードです。今日はホームランを放っています。ピッチャーは中崎に変わってますね。中崎、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。これはシュートかな。インコースボール、そしてこのストレートは内角に外れて1ボール3ストライク。バッターの高橋、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、これシュートですね。状況にもよりますが、基本的には早打ちはせず見ていくタイプで、ボールを強く叩こうとする意識が強いバッターです。バットに当たります。最後は148キロのストレート、空振り三振。さあこれ最後の打席になりますか。点差2点変わらず、ワンアウトランナーなしで、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ピッチャーは福井。初球ボール、1球目縦のストライダー。さあ2球目は何か、ボールになります。これは149キロのストレート。ここは安易にストライクを取りに行くとやられますね。中身打ちました。これはどうか、センターに抜けました。これはセンター前ヒット、いいですね。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。さあ最後のバッターにできるか。打席には3番バッター、マジソンと丸の対戦です。ツーアウトランナーありません。ツーアウトランナーなし。この打席で試合の行方が決まります。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。ここは打ち上げています。ショートに任せます。内野は坂本がキャッチ。これで3アウト、試合終了です。これで3連戦の初戦はジャイアンツが取れました。西さん、最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。いい試合でしたけどもね、もう一息でしたね。そうですね、明日に期待しましょう。バッタージャイアンツ、2回目の打席で、まあ、ツーランホームランが出たのが良かったですね。マジックは18まで減らしました。そしてクライマックス圏内はドラゴンズが、とヤクルトですねが、まあ、争ってるっていう状況ですね。さあ第2戦は中村と菅野の投げ合いです。ちょっとここいらで1回もう1回アシスタントさんを呼んで、鍼灸師さんを呼んで疲れを取ってもらいましょう。中村とももう何度も対戦してますね。ストレートは152キロ、スライダー、あとチェンジアップとカーブが持ち球ですね。今日の先発のマスクは阿部で、ファーストには井端が入るというジャイアンツのオーダーです。いよいよ首位打者、
打率トップはちょっと厳しくなってきたかなというのはあるんですけど、ホームランと打点、まあ、特にホームランはこのままあと何本か打てればホームランは取れるかなと。あと打点に関してはエルドレッドに、もう少しでね、追いつけそうかなというところまで迫ってきてますんで、ホームランを取って打点を松田目指していスきたいタジアとム思い広島にはます。大観衆が詰めかけています。まずは1回の表ジャイアンツの攻撃、ツーアウトさランてナ小ー宮なしさん、で高バッテリーは橋由どんな思惑でしょうかね。伸、中村まあ、とそうで対すしね、選球眼のいいバッターなのでストライク先行でいきたいですね。なるほど。おお、ではまバッずはテリーの顔組みの立てに近い注と目ころでのすストレーね。トですね。142キロ、完全なボール球。いい球ですね。はい、ここは150キロを今超え度てきまはす。一転して150キロ超えのストレート。外角の低め、ちょっと打てないですね、あそこは。これは、強い当たいいですりね。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁ツーベ到ースヒット。達。これで3試合連続安打。今のは、ね、ツーアウトランナーすごく痛烈な当たりでしたね。さあ、そして打席には阿部が入ります。さあ、ツーアウトランナー二塁、場面変わって阿部、まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですね。引っ張った、一塁線破っていった、ライン際入った、帰ってこれそうですね。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。まずは先制です。小宮山さん、先制点を奪われてしまいましたがいかがでしょう。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。立ち上がりを、1回の表ジャイアンツは1点取って、その裏の攻撃は広島です。初回のピッチャーは菅野。菊池が打席に入ります。打率昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。ちょっと1、2、3が抜けていて、まあ、4、菊池が少し離れてますが、その3割1分3厘。どう打ち崩していくか非常に楽しみです。打ちました、ファールグラウンドへ打ち上げていますが、これはイバタ取れず、ボールカウントはフルカウントです。フルカウントから菅野が投げて見逃して三振になります。これは見逃し三振ですね。お、ただ広島に逆転を許してます。菅野、バッターボックスには3番打線で援護したい。ワンアウトランナー一塁、フォークをうまく使いましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあ、ここは同じ鉄は踏みたくないところ。このストレートも外れてくれたという感じ。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。1球牽制が入って、一塁牽制、もう1球牽制ですね。結構警戒してますね。一塁ランナーは片岡です。ランナーを警戒するあまり速い球が増えています。これが4球目。さあ、3ボールから走ってきた、キャッチャー2塁送球する、セーフ、盗塁成功。正直打ちに行ったんですけど、ここで盗塁を許してしまいました。盗塁を援護する形の空振りになりました。まあ、バッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。さあ、これでワンヒットで1点、ね、同点という場面です。やはりフォアボールのランナーを出しました。ただここはボールですね。ピンチがさらに広がりました。さあ、これでワンアウトランナー二塁一塁で阿部です。さあ、ピンチは続いています。まあ、この流れをここでしっかり立っておきたいですね。なるほど、そうですよね。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。超えています。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ツーボールワンストライクから第4球阿部に併設狙い、インコースに攻めてきました。外れますね。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった。3ボールワンストライク、際どいが、これフォアボール、これでワンアウト満塁で長野を迎えます。できれば三振を取りたいですね、ここは。そうですね。まずは見送ります。長野は足もあるんでゲッツーは取りづらいところではありますけど。さあ、3球目は何か、ストレート打っていった、これはさあ同点だ。スタートを切っちゃった。プレイチェンジです。いや、逆転のチャンス、当たりがあまりにも良かったんで思わずスタートを切っちゃいました。ちょっとね、走塁のミスが出てしまいました。すいません。走塁のミスはバッティングで返しましょう。3番バッター高橋、ノーアウトランナー1塁。フォアボールを選んでいます。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。
今のはストレートですね。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。さあこれでワンヒットで同点の場面ですね。惜しいですね。ストレート144キロ、はい、外角低めのストライク、ワンボールツーストライクです。ストレートはちょっと手が出なかったです。振ってきませんか。さあ2エンツーからショート、これはいいバッティングになった。同点のランナーが三塁を回った。で同点のタイムリーですね。うまく流し打ちできました。ジャイアンツ同点。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで同点打を浴びました。ストレートだと思います。踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。ここで追いつかれました。同点です。さて小宮山さん、さあノーアウトランナー一塁で阿部です。はどんな感じでしょうか。まあそうですね、引っ張る傾向が強いバッターですから、インコースでファールを打たせてカウントを稼ぎたいですね。なるほど、そうですか。さあ4球目は何か、追い込まれてからの阿部。サードうまく捉えて間に合うか、アウト、ワンアウトです。ワンアウトランナー2塁と変わっています。うまくスタート切ってたんでゲッツーは免れましたね。さあそして打席には長野が入ります。ここは気の抜けないバッターが続きますね。さあワンアウトになりましたが、勝ち越しは防ぎたい場面です。ここでこういった要所を抑えていけるかがポイントになってきますから、ここは勝ち越しを許してはいけませんよ。なるほど、そうですね。バッターの長野、今シーズンの得点圏打率は2割7分7厘となっています。ちょっと率は物足りないですが、高め打った、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、勝ち越しのランナーが三塁を回った。ちょっと帰ってこれないですね。ライト前ヒット、これです。これでランナーは三塁まで進んでしまいました。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し、ここで川内にスイッチ、ちょっと早いかな。確実に目をつんでいきたい。2点しか取られてないけど、川内にスイッチ。5回の表、6番のアンダーソンが入っています。ここはできれば三振を取ってる場面ですね。なかなか尾形監督厳しい。キャッチャーどこに構えるか、采配しましたね。さあ走りやすいカウントになっています。次が4球目、引っ掛けた、これはファウルグラウンド、掴んでアウト、ツーアウトランナー三塁一塁となりました。どこまでこぎつけた。そしてバッターボックスには村田が入っています。そして村田、気をつけたいバッターですね。点検打率はあまり高くない村田ですけど、まだピンチは出していません。長打力はやっぱりありますからね。ここは引き続きしっかり食い止めないといけない場面ですね。なるほど、そうですよね。低め打った、サード正面、抑えた、一塁送球、一塁アウト、これで3アウト。これは逆転まではいきませんでしたね。ただこの回高橋由伸が同点タイムリーを放ってます。今画面に出ているのが先ほど、そしてピッチャーヒースに変わってます。ジャイアンツ1点リード。引っ張った、これはどうだ、おーヒース、アウト、ワンアウト。ちょっと初球をしょぼいバッティングをしてしまった。さあ今度は一転してピンチでエルドレッドを迎えます。続きますね。さあ同点のチャンスです。まあここは逃せない場面でしょうね。ここは抑えてほしい、打点王のためにも。いい当たり、難しいバウンド、よし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 、2塁アウトで3アウト、カープ2者残塁です。ため息に包まれたマツダスタジアム、8回終わって3対21点リードはジャイアンツです。そして高橋由伸9回の表、最後の打席になるか。ワンアウトランナー1塁で、ピッチャーは中田で、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、盗塁成功。ジャイアンツのランナーが盗塁を許してしまいました。見たことないな。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。いや、いいところに決めてきますね。このフォークは厳しいな、はい、次が3球目、変化球打った、ファーストに取った、これもう一球フォークでしたね。今ボール2アウトランナー3塁とかあります。そして9回の裏、ツーアウトランナー2塁です。さあそしてバッターボックスには相澤が入っています。相澤を迎えて2ストライクと追い込んで、一度ボール球打っていった、ファールかフェアか、
三塁線はこれフィアだ。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。点差だ。期待に応えました。点差を縮めます、うん、こういう状況でも粘り強いバッティングしますからね。これは何だろう、ストレートじゃないけどスプリットかな。バッターボックスには代打の鈴木、大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、なんとかここは意地を見せたいですね、うん、ここでね、なんインサイドのボールだ。うわー、これはワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、同点タイムリーだ。中継にボールが送られる。カープ追いつきました。ご覧いただきましょう、この一振りで同点に持ち込みました。ストレートだと思うんだけど、ゲームは分からなくなってきましたね。ここで同点、一気にさよならと持っていけるんでしょうか。さあ、そして打席には、まあ、シングルヒットだったらホームに返さないぞっていうような前進守備だったんで、まあしょうがないですけどね、まあ、決めればさよならですからね。この流れで決めてほしいですね。打ち上げました、高く上がった。さよならは免れそう。この回坂本が抑えて同点止まりです、ね、ものにすることはできません。延長に突入です。ただここもピンチでワンアウトランナー一塁です。バッターは4番ピッチャーは誰になってんだろう。先ほどの打席は同点のチャンスだ。低めのボール打っていった、高い打球になった。高木ですね。セカンドが落下点に入ります。リアルプロ野球の方では先発やってますけど、ここでは中継ぎをやっているようです。ロサリオ、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。さあこれで決まるのか。高木は外れてフォアボール、ツーアウトながら得点圏に。ライト持っていった、打球はいいところに飛んだか。うわー、さよならだ。さよならか、さよならだ。ホームイン決めた田中、さよならのタイムリーヒット。なんという劇的な。いやー、今のは守備がまずかったのかな。一応起点に下がったんですけどね。打ったバッターはもみくちゃ。残念。広島3連戦の最終戦は前県との対戦ですね。もうこのローテーションほぼ固定ですね。ここ何回か広島との対戦はもうほぼ固定。初戦で中村、最終戦で前堅っていうのがもうほぼ固定のローテーションになってますね。あ、でも今回はあれか、初戦は大瀬良か、大瀬良でしたよね初戦ね。で最終戦が前堅。マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対読売ジャイアンツの23回戦です。マイケンの調子は普通。バッターは3番高橋、昨日はマルチアンダーを記録しています。ワンアウトになっています。さあワンアウトランナー1塁で、今日の先発ピッチャーは前田、1塁ランナーは坂本。ここまで9勝マークしています。初球打ち、これは落ちるか。よし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 。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには阿部が入っています。
さあ先制を防げるかという場面、まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。3球目は何で来るか。ファウルになります。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせたいので低めに沈むようなボールが有効でしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。どうする、このピンチ空振り三振か。ツーアウトになっています。ただまだ長野ですからね、5番。彼はこういった場面では警戒すべきバッターですね。さあツーアウトにはなりましたが、ピンチは引っ張った、取った、二塁を送ります。スリーアウトになりました。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。さあ攻守交代して1回の裏、日産にとっての広島の攻撃バッターは菊池です。2試合当たりが出ていません。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。よく取った、これは村田が素晴らしい守備を見せて、ファインプレーですね。ご覧いただきましょう、このダイビングキャッチ、ファインプレーに阻まれました。いやバッター、これはすごいプレーだ。さあ回は進んで4回の表、広島が2回3回と1点ずつ加えて点差2点を追いかけるジャイアンツの4回の表の攻撃はノーアウトランナーなしで高橋由伸です。この投球が続くんでしょうか。1球目はサークルチェンジから入ってきた前剣、2球目はスライダーが低めに外れています。1ストライク、いつも残せて大きいのも打てる、パワーとテクニックを併せ持ったバッターですね。あ、そうですか。高め大きく外れました。これも外れて3ボール1ストライクとなりました。第5球はボール球に手を出しました。完全なボール球に空振りです。フルカウントになってファウルになります。これはスローカーブですね。ちょっとタイミングが早かった。ボールを拾ってこれで3試合連続のマルチヒット、ピッチャー強襲、ノーアウトランナー1塁です。ただ点は取れていないですね。今日はコントロールに苦しんでいます。まだ球種の割合はご覧の通りです。これ見るともうどの球もまんべんなく投げてきますね。バッターボックス高橋、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。ストレート145キロ、変化球タイミングがありません。スローカーブ、もうちょっとためが効くとね、甘いボールだったんで捉えられたかなと思うんですけど、今のはボールになります。これはすっぽ抜け、センター一歩も動けない、バックスクリーンですね。ソロホームラン、142m だ。カープ、1点差に詰め寄られる一発を浴びました。カープ点差を詰められます。2対1になりました。完全なすっぽ抜け、これは失投でしたね。そうですね、ご覧いただきましょう、スタンドまで運ばれてしまいました。握りは何だろう、この後の投球に影響が出てしまうんでしょうか。完璧に捉えられてましたよね。だとちょっとわからないけど、これで1点差となりました。でもまあストレート系のすっぽ抜けではなさそうですね、握りは。そしてついに追いついてます。最低限ランナーを進めてきましたね。まあ、そしてツーアウトランナー2塁、勝ち越しのチャンスです。しっかりと自分のピッチングをすることですね。今日も早くも猛打賞の警戒すべき高橋が打席に入っています。初球ボール球超えてきてますね。うわ、タイミング合ってないですね。あ、そうですね、このスローカーブが待てない。低めの変化球、そしてスライダーか。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。さあツーエンツーから見送ってボール、これが外れてフルカウント、打った、いった、2打席連続、これストレートですね。勝ち越しツーランホームラン、このホームランで打点王争いのトップに。
おお、打点王争いもトップに並んだか。クリーンナップに一発を浴びてしまいます。いやー、マイケンらしくない甘いところに甘いストレートが来た。もちろん警戒はしていたんですけど、ここで勝ち越しホームランを打たれています。ここでリードはされたくなかったんですけどね。この終盤でリードを奪われます。2打席連続ホームラン。9回の裏ですね、その際1点2アウトランナー2塁。そしてバッターボックスには菊池、1番バッター菊池、ワンヒットで同点かというところ。前進守備、最後はこれはどっちが取るんだ、アンダーソンが落下点に入って、最後は内野フライ、これでゲームセット。これで3アウト、試合終了です。一打同点のチャンスでしたが追いつくことはできませんでした。カープ、いやー、吉野部長2ホーマー。小宮山さん、エースの先発だったんですが、残念ながらその責任を果たすことはできませんでしたね。いや、ここのところ本当にバッティング好調なんですね。ああ、高橋氏などいいですね。長打力エース。いや、非常に気持ちのいい試合でした。というわけで、今回はですね、広島との3連戦、お届けしてきました。次回はですね、ヤクルトドラゴンズと、6連戦ですね。ヤクルトドラゴンズは、まあ、それぞれクライマックスシリーズ出場圏内の3位を争っているので、まあこのね、6試合ジャイアンツが、まあ、どう戦うかというところになるかと思います。ユーザー設定で一応強さはそうだよね、球速レベルベーシックスピードプラスになってるね、コンピューターの強さも強いになってる。なんかすごく最近調子がいいんでどうかなと思って確認させていただきましたが、まあ、こんな感じになってます。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。次回も応援よろしくお願いします。